どうも、翔太です。2024年始まって3本目の動画なんですけど、趣味の部屋です。年始をね、ちょっとのんびりすぎたんで、まあ僕ね、何回も結構動画で言ってるんですけど、スニーカーがね、大好きで、以前にもね、2本スニーカー紹介の動画出してるんですけど、まあ1回目が2021年に発売されたやつで、で2本目がそれ以降に発売されたやつっていう風にやってるんですけど、まあ、今回はですね、その2021年の漏れたスニーカーと、それ以前に買ったスニーカーっていうのでね、紹介しようと思います。僕、前の動画でも言ったんですけど、こう真空パック保存派なんで、飾る人はね、いいんですけど、僕結構ね、棚にしまってるんで、普段ね、こう、バーって全部のスニーカーを見ることがないんですよね。なんでこうね、自分のこの、趣味の部屋のね、スニーカー紹介のね、動画を見ながらね、自分のスニーカーをね、眺めるっていうね、こう謎の楽しみ方をしてるんですけど、とりあえずね、ここにね、バッて今並べてるんですけどね。はい。なかなかね、いい眺めです。まあ、長ったらしくね、前置きしてもしょうがないんで、早速紹介に移りたいと思います。じゃあ一足目はこちら。アトモス、ナイキ、エアマックス90、ウィーラブ、ナイキでーす。こちらはですね、アトモスね、まあ、有名なスニーカーショップですね。広島にもあるんでね、知ってる方は多いと思うんですけど、2018年に発売されたアトモスのエアマックス90とのね、コラボのモデルです。歴代のナイキのスニーカーボックスを積み上げたようなものをね、アッパー前面にバーンってデザインして、数種がスネークスキンっていうのになってて、黒いところはね、こう、ヌバックっていうね、結構しっとりしたレザーを使ってて、こうね、めちゃくちゃこだわりの強いデザインになってます。エアマックスね、僕結構好きなんで、もうこのデザインもね、めちゃくちゃ気に入ってて、まあ赤も好きなんでめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、最近はね、でもちょっとこのビジブルエアの部分とかにね、こう、蛍光色の赤が使われてて、まあ最近はちょっとね、落ち着いた色味のスニーカーっていうのがね、多いんで、まあね、最近はあんまりね、履いてないんですけど、こちらね、めちゃくちゃ気に入ってる一足です。続きましてはこちら。ナイキ、エアマックス95、マウント、富士です。これはね、2020年に発売された富士山からインスピレーションを得たモデルなんですけど、インソールの部分にね、富士山の形をしたね、エアーっていうね、ロゴがまあ特徴的な一足なんですけど、ちなみに僕はね、箱にしまってるんで、ちょっと今出せないんですけど、さっきの富士山ロゴの手ぬぐいっていうのもね、付属でついてて、めちゃくちゃね、豪華な仕様になっています。赤色が続きますけどね、まあ僕赤が好きなんで、めちゃくちゃ気に入ってます。ちなみにこれね、蓄光式でね、ソールの部分と、このね、紐の点々の部分が暗闇で光る仕様になっています。めっちゃ、かっこいいです。続きましてはこちら。ナイキ、アンディフィーテッド、エアマックス97です。はい、こちらね、エアマックス97と、ロサンゼルスのね、スニーカーショップのアンディフィーテッドとのコラボですね。広島にもね、アンディフィーテッドあったんですけどね、ちょっと最近ね、いろんなとこでアンディフィーテッドがね、潰れちゃって、僕結構ね、アンディフィーテッド好きなんでね、ちょっと悲しいんですけど、はい、こちらのモデルね、めっちゃかっこよくないですか。これ2020年に発売されたんですけど、2017年にも一回アンディフィーテッドとね、エアマックスの97のコラボっていうのは出てるんですけど、その時のね、と同様にね、前の動画で紹介したエアマックス97の OG のシルバーバレットを原型としたね、モデルになっています。中端のところにアンディフィーテッドのね、象徴的な5ストライクスアッパーの流線のラインのところに、アンディフィーテッドって文字がね、バーって敷き詰められていて、まあね、アンディフィーテッド好きにはね、たまらない一足となっております。結構僕めっちゃ好きなんですけど、前作のね、2017年のやつはね、すごく人気なんですけど、これはね、なんかあんまり人気がなくてですね、スニランとかでね、定価割で買えたりするんで、まあ僕的にはね、これ結構個人的にはめちゃくちゃおすすめの一足です。はい、続きましてはこちら。ナイキ、ダンクロー、チャンピオンシップ、レッドです。これはね、2021年に発売されたダンクなんですけど、まあ、2021年はね、結構ね、もうダンクが熱くて、もう全然ダンクとかね、買えなくてね、これが唯一ね、僕、買えた、普通に買えたダンクなんですけど、ダンクのね、オリジナルカラーの7足、8足ぐらいあるんですけど、カレッジカラーっていうのがあって、そちらのセントジョーンズっていうね、カラーのリバースバージョンっていうことでね、ちなみにこれ僕ね、紐のところをね、靴紐をSB 仕様に変えて、ちょっとね、スポーティーに履いてる一足です。まあ僕ね、さっきからね、ずっと結構ね、赤いモデルが多いんですけど、白と黒と赤がね、何回も言うけど好きなんで、はい、こちらもね、非常に気に入ってます。続きましてはこちら、ナイキ、エアフライト、ファルコンでーす。これちょっとね、僕あんまり詳細がわかんないんですけど、中古でちょっとね、一目惚れして買ったモデルなんですけど、ナイキのガードプレイヤーをね、専用のシューズとして作られた、こう、フライトシリーズの一つだと思うんですけど、フライトシリーズね、こちらちょっと見てもらったらわかるんですけど、このソールね、見たことあるなっていうね、人がおるかもしれんのんですけど、このソールはエアジョーダン4とね、一緒のソールなんですよ。エアジョーダンって1がすごい人気だったんですけど、2と3がね、あんまりちょっとね、人気がなくて、ちょっとね、落ち目の時代だったんですけど、なんで、その次に発売されるエアジョーダン4も、なんかこの、フライトシリーズの一環として出る予定だったんですよね。なんで、エアジョーダン4はね、フライトシリーズのこちらのソールが使われてて、
エアジョーダン4をね、見たことある人はわかるかもしれないんですけど、エアジョーダン4にもね、フライトロゴっていうのがね、唯一印刷されているモデルになってます。こっちのモデルじゃなくてね、ジョーダン4の話になっちゃったんですけど、こちらね、エアジョーダンシリーズでもすごく人気のね、ブレッドカラーですね。白と黒と赤の。ブレッドカラーをね、配色しためちゃくちゃかっこいい、渋いね、仕上がりになっています。ただこれちょっとね、中古で買って、ソールが結構ね、黄ばんでたんで、僕塗り直したんですけど、白く。ちょっとね、その塗り直しも剥げてきてね、余計汚くなっちゃったんで、エアジョーダン4とかね、3のね、ソールって難点があって、結構ね、これ黄ばみやすいんですよね。黄ばんでもね、味があるっちゃあるんですけど、ね、綺麗にできればね、履きたいんで、新品を買い直すか、ちょっとね、こちら、復刻してくれたらいいなと思ってます。続きまして、こちら。ナイキ、エアジョーダン3、ティンカー。ブラックセメントでーす。こちらはね、2019年に発売されたモデルなんですけど、エアジョーダン3の OG のブラックセメントをね、モデルにね、作られたものなんですけど、通常のジョーダン3をね、知ってる人がいればね、わかるかと思うんですけど、普通のジョーダン3ってここのね、スッシュがないデザインになってるんですけど、こちらはですね、ティンカーハットフィールドね、エアジョーダン3から15までをデザインしたね、最強のデザイナーがいるんですけど、そのティンカーハットフィールドが、エアジョーダン3を作る際にね、最初に描いたね、こう、スケッチ画をね、ベースにした、ちょっとね、幻の初期作品みたいな、言うたら、エアジョーダン3のプロトタイプみたいなモデルになります。僕ね、エアジョーダン3がね、ジョーダン3の中で一番好きなんですけどね。はい、こちらのね、スッシュの入ったデザインっていうのもね、めちゃくちゃかっこいいです。続きましてはこちら。ナイキ、エアジョーダン3、レッドセメントでーす。またね、ジョーダン3なんですけど、僕、ジョーダン3好きなんでね、ジョーダン3だけでね、3足持ってるんですけど、まあ、こちらはさっき言った OG のね、ブラックセメントっていうののブラックの部分を全部レッドにした。なんでレッドセメントっていうんですけど、これはね、2020年に発売されたモデルなんですけど、もうね、さっきからね、赤いスニーカーめちゃくちゃ多いんですけどね、なかなか趣味が出てますけどね。はい、こちらね、めちゃくちゃ赤でバチバチでかっこいいスニーカーです。まあ、さっきもね、でも言ったんですけど、これも結構ね、ここがちょっとね、黄ばんできてて、まあね、これも味なのかなっていうね、まあ自分が履いた歴史というかね、まあいいのかなと思ってね、はい、これからもこちら大切に履いていきたいと思います。続きましてこちら。ナイキ、エアジョーダン7レトロ OG ボンドーでーす。これ2015年に復刻されたエアジョーダン7の OG モデルでーす。こちらもね、ティンカーハットフィールドがデザインしたものなんですけど、こちらはね、10代のものというか6までのものと違って、ハラチシステムっていうのをね、こちら使ってまして、中になんかこう二重構造みたいな、こちらがね、外側の、なんていうんですかね、鎧みたいな感じで、中身にちょっと柔らかい靴下みたいな感じでね、入ってるんですけど、まあそれによってね、素足のような快適性みたいな感じでね、履き心地をアップした一足になってます。このデザインね、僕めちゃくちゃ好きで、さっきも言ったけど履き心地がね、結構いいんで、僕ね、ジョーダン7ね、ジョーダンシリーズの中でも結構ね、トップクラスに好きな一足となってます。ジョーダン7っていうのはね、このシューターのとこがね、一足一足、この柄が微妙に違ってて、この配色とかが。なんで僕ね、最初見た時これ偽物なんじゃないかってね、こう写真と違う系、偽物なんじゃないかって思ったんですけど、みんなももしかしたらね、そういう経験あるかもしれないんですけど、はい、安心してください、これね。一足一足が違うデザインとなってるんで、個人的にはね、この終端のね、今のこの自分の持ってる配色はね、結構当たりな配色かなと思っています。続きましてはこちら。ナイキ、エアジョーダン11、ジュビリーでーす。こちらはね、2020年に発売されたジョーダン11ですね。なんですけど、僕2020年の時は書いてなくて、2021年にね、たまたま僕、ナイキのこう、オンラインショップを見てたら、リストックしてたんで、前から欲しかったんで、もうこれ速攻ね、購入したものになります。エアジョーダン11はね、95年に出た11作目なんですけど、まあ、どっからかちょっとわかんないんですけど、毎年ね、12月にジョーダン11っていうのはね、出るっていうね、なんかこう、冬の風物詩みたいなね、感じに今なってるんですけど、まあ、なんと言ってもね、他のジョーダンと違うのはね、この、バッチバチにね、決まったエナメルの素材なんですけど、当時ね、ジョーダンがフォーマルな服装にハマってて、コート上でもこうね、ドレッシーな感じで決めたいみたいな、ティンカーハットフィールドに相談して、まあそれからね、生まれた一足になってます。これちょっとね、硬そうに見えてね、履き心地がどうなんだっていうね、思う人もいるかもしれないんですけど、意外とこちらのね、内側はね、柔らかい素材で覆われてて、全然重くないし、個人的にはね、履き心地のいいジョーダンシリーズだなと思ってます。続きましてはこちら。ナイキ、エアジョーダン13、ブラックキャットでーす。こちらはね、2017年に発売されたものなんですけど、まあ、ジョーダン13は、ティンカーハットフィールドがブラックパンサーをインスパイアしてね、生まれたモデルって言われてるんですけど、まあ、ちょっとね、このソールの部分がね、肉球っぽくなってたりとか、
まあ、そういうところでね、動物っぽさ、野生味を感じる一足です。ここなんかね、オーブみたいなのがついてるんですけど、ちょっとね、僕のやつ曇っててね、わかりにくいかもしれないんですけど、実写版みたいな。実写版ジョーダンでジャンプマンロゴを作ってるみたいな。ジャンプマンロゴがそもそもね、実写版のジョーダンを落とし込んだシルエットなんですけど、まあ、これもね、結構ね、黒一色なんで、合わせやすいモデルなんですけど、ちょっとね、めっちゃショックなことがあって、ここちょっと見えますかね。ここね、どっか歩いてた時に、どっかで擦っちゃって、これね、なんか引っかき傷みたいなのができたんですよ。結構ね、このジョーダン13のね、ソールってウレタン素材みたいな、ちょっと柔らかい素材なんでね、ちょっと破裂するんじゃないかと思ってね、めちゃくちゃ不安なんですけど、まあでもなんかね、逆になんて言うんですか、このブラックキャットなんで、引っかかれたみたいなね、噛みつかれたみたいな感じの傷がついてて、逆にちょっとかっこいいんじゃないかと思っちゃうんですけど、まあでもやっぱりちょっとね、綺麗に履きたいんで、復刻を僕ね、めちゃくちゃ希望してます。ナイキをね、パッと紹介したんですけど、次はナイキ以外のスニーカーですね。はい、こちらが、バンズ、ナイトメアビフォークリスマスのオーセンティックです。こちらはね、2019年のハロウィンの時期に発売された、ナイトメアビフォークリスマスとのね、コラボモデルなんですけど、まあ僕ね、前もちょっと言ったことあるんですけど、ティム・バートンがめちゃくちゃ大好きで、もうこれはね、見た瞬間にもう即買いしました。こちら一応ね、こう、ブギーっていうね、ナイトメアのね、敵役みたいなのがいるんですけど、ブギーがメインで、まあでもね、この全面的にね、ナイトメアのキャラがね、もう所狭しと、もう全キャラ登場してるんじゃないかってぐらいね、並んでるのと、ナイトメアビフォークリスマスってね、インソールに書いてあって、このね、ヒールのパッチンところもね、ちょっと、コラボ仕様になってるっていうね。めちゃくちゃ細部までね、細かいコラボの作りになってます。箱もね、これめっちゃ可愛くて、ナイトメアビフォークリスマスのね、ジャックをモチーフにした箱になってるんですけど、ほんまに細部までマジで最高の一足です。これまあさっきオーセンティックって言ったんですけど、これコンクッシュっていうね、コンクッシュオーセンティックっていうものなんですけど、バンズの技術でこうインソールとかがね、こう雲の上を歩くようなテクノロジーっていうね。僕ね、普通のオーセンティックっていうのをね、持ってなかったんですけど、まあ通りでね、履き心地がいいわけだっていうね、コンクッシュのオーセンティックとなってます。一見ね、ごちゃごちゃしてね、派手に見えるんですけど、白黒なんでね、全然合わせやすい一足かなと、個人的には思っています。続きましてもバンズですね。こちらがね、バンズとイットのコラボのエラになってます。はい、エラですね。さっきのオーセンティックにね、似たデザインなんですけど、エラはね、こう、オーセンティックをもうちょっとね、改良されたようなデザインとなっていて、履き口周りとかがね、ちょっとレザーで分厚くなってたりして、少しね、オーセンティックよりも豪華な仕様になってます。これはね、2021年のハロウィンのコラボのね、モデルなんですけど、やっぱバンズっていうのはね、このコラボモデルっていうのが熱いですよね。イットの映画をね、知ってる人はわかると思うんですけど、こちらのね、右が赤い風船で、こちらね、ルーザーズクラブ。これちょっと映画見てないとわかんないかもしれないんですけど、インソールにはね、こう、イットとね、ペニーワイズがいます。イット見てなくてもね、このペニーワイズはね、見たことある人はね、結構いるかと思うんですけどね。はい、こちらもめちゃくちゃいい感じのコラボになってます。エラが、まあ、オーセンティックよりもちょっと豪華な仕様っていう風に言ったと思うんですけど、まあ、ここがね、レザーになってて、まあ、個人的になんですけど、これね、くるぶしソックスというか、まあ、かかと出して履くとね、結構靴ずれというか、擦っちゃってめちゃくちゃ痛いんですよ。なんでこれ、ハイソックスじゃないとちょっとね、これ僕、靴ずれして痛いんですけど、まあ、デザインをね、これめちゃくちゃ気に入ってるモデルです。バンズっていうのね、数は持ってないんですけどね、バンズはやっぱりね、こういうね、コラボものがね、個人的にはめちゃくちゃ熱いスニーカーだと思います。ちなみにね、2021年のコレクションは他にも、ジェイソンとか、まあ、フレディ、シャイニング、エクソシスト、ロストボーイなどね、こう名だたるホラー映画のね、名作たちとコラボしてますんで、気になった方はね、ちょっとこちら調べてみてください。続きましては、こちら、コンバースのキャンバスオールスターですね。これはね、別にね、全然説明不要かと思うんですけど、本当にまあ、どこにでも売ってる普通のね、コンバースなんですけど、コンバースのね、ローカットは1957年にね、初めて発売されたらしいんですけど、まあこれね、OX ってね、コンバース、キャンバスオールスター OX ってつくんですけど、 OX っていうのはね、まあ、オックスフォードの略らしくて、オックスフォードのね、大学生の生徒が履いてたこう靴紐のね、あるローカットのモデルのことを OX っていうね、らしいですね。まあ全然ね、いつでもどこでも買えるんで、結構履き潰す用のスニーカーというか、ライブの時はね、毎回これを履いて出るんですけど、まあ、結構ね、ペタンコで固めのね、ソールなんでね、地面を感じやすくて、個人的にはね、ライブを一番しやすいのね、このキャンバスのオールスターかなと思います。はい。そして最後に紹介するスニーカーがこちら。ニューバランス M1400CT です。前の動画でもニューバランス紹介したんですけど、もう僕ね、これ結構めちゃくちゃ気に入ってるスニーカーで、ニューバランス1400の話を先にすると、1985年にニューバランスのね、M1300 っていうモデルが出たんですけど、まあその後にね、出る予定だったんですけど、当時ね、この
あまりの、なんていうんですかね、この履き心地の良さというか、オーバーテクノロジーすぎて、生産がね、こう大量生産するのがこちらが不可能だっていうね、ことになってしまって、なんでこれ一回こう、発売を延期して、この間紹介した1500っていうのがね、先に発売されて、やっとね、こう技術が追いついてきて、1994年に初めてリリースされたものとなります。ね、なんで、オーパーツですね。これも、オーパーツです。ニューバランス界の。ニューバランスって結構、グレーとかね、ネイビーとかの配色のものが、みんなのこう、イメージの中にあると思うんですけど、結構ね、これはバチバチに、赤。赤なんですけど、ニューバランスミラーでね、少し落ち着いた赤色っていうので、結構ね、もう何にでも合わせやすい一足だし、まあもちろん履き心地もいいんですけど、これ2012年に発売されたスニーカーで、これ唯一ね、僕がこう、スニーカーを集め始める前から持ってたスニーカーなんですけど、2012年発売でずーっと大事に履いてたんですけど、まあ、ついにね、加水分解みたいな感じでこのソールがバカってなっちゃって、なんで実はこれ2代目なんですよ。復刻しないんで、メルカリでこうめちゃくちゃ探して、もう綺麗なものをね、ついに見つけて、これ2足目ね、購入したんですけど、いやね、よくもね、こう、なんていうんですかね、この前の持ち主、2012年からね、十何年間もね、こう綺麗なまま保存してたなっていうね、まあ僕としてはめちゃくちゃね、ありがたくてね、もう大助かりだったんですけど、まあなんでこうね、2012年のこちらモデルになるんで、正直まあソールとかね、履き心地はいいと言いつつもね、ソールとかがもう結構カッチカチになっちゃってて、まあね、本来の履き心地っていうのはね、結構もしかしたら失われているのかもしれないんですけど、まあ、それでもね、僕はね、ともかくこのね、デザイン、洗練されたね、この無駄のないデザインと、この絶妙な色味がね、もうめちゃくちゃ気に入ってて、もうこれはほんまにね、1400ね、ちょい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 は出るんですけど、もうほんまにこれね、復刻してほしいスニーカーランキング第1位かもしれないです。はい、以上今回はね、スニーカー14足を紹介させてもらいました。まあね、まだね、スニーカーのストックというか、あるんで、またね、ちょっと溜まったらね、まとめて何足かでね、溜まったら紹介していきたいなっていうね、もう僕の自分のね、スニーカーアーカイブとしてね、動画に残してる感じなんですけど、まぁ、ちょっとね、2024年始まってね、3本ともね、あんまり西条関係ない動画上げちゃったんですけど、来週からはね、本当にちゃんと西条のね、お店だったり、イベント、アーティスト、またしっかり紹介していきたいと思うんで、はい、改めまして、はい、2024年もね、歌舞伎フット TV をよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。